高さ変えたんですけど、見やすいですか？見づらいですか？あ、順番が違うって。まあ、順番は、特に意味はないです。はい、ということで、どうもこんばんは。今日なんですけど、まずはじめに言いたいのは、よっちゃん、クラシカルの、ワールドツアー、先ほど、まあ、完走されたということで、お疲れ様でした。で、まあ、そんなよっちゃんなんですけど、早速ツイッターの方が、更新されたんで、皆さんに、紹介していこうと思います。こちらをご覧ください。まあ、少し長いんですけど、読みます。ワールドツアー、完走できた、応援してくれた、世界中のファンに、心から感謝してる。このツアーを、行う覚悟を決めた時から、最終公演、ニューヨーク、カーネギーホールで、最後の音を、ピアノで鳴らす瞬間まで、ものすごい努力をした、これまで、対応が遅れたり、迷惑をかけてしまった皆さん、ごめんなさい。で、下に行きます、ご冥福を、お祈りいたします。最近は会ってはいなかったけど、ヒデが生きていた頃、今井くんと、あっちゃんとよく朝まで飲んだ。ツアー中に、SNS で、なんでコメント出さないのかって、言われたけど、友達の死、母の死も、未だに、自分の気持ちを、うまく言葉にできなくて、てんてんてん。はい、以上になります。はい、皆さんどう思いますかっていうことなんですけど、まあ、一つだけ言いたいのは、これだったら、あえて出さなくてよくねって思いません？この、下の2行目なんですよね。最近は会ってはいなかったけど、ヒデが生きていた頃、今井くんとあっちゃんとよく朝まで飲んだってあると思うんですけど、クソじじいさん、お前の最近っていつのことを言ってんの？ヒデが生きていた頃、ヒデが生きてたのって、今から24、5年前じゃない？最近？ねえ、本当に。はい、ということで、まあ、クソジジイの、ツイッターの紹介は以上になります。で、次なんですけど、お久しぶりです。まあ、お久しぶりですっていうのは患者さんなんですよ。まあ、これ重症患者ですよ。皆さん笑うと思います。で、もみたけちゃんの動画ですよね。ようこそいらっしゃいませ。はじめまして。まさか紹介されると思わなかったでしょ。紹介するんですよ、このチャンネルは。で、まあ、どんなコメントが届いたかと言いますと、こちらですね。あなたは、言い放題でいいね。言い放題ですね。で、下が、ゴミタケちゃんではないですよ。言い方がありますよ。人は、言葉を選ばなければ、ならないですよ。っていうことで、ゴミタケちゃんじゃない。ゴミタケの方が良かった。ゴミタケの方が覚えやすい？言いやすい？なあ、お前に言いたいんだけどさ、YouTube やってるよな。お前 YouTube やってるんだよな。しつこいよな。俺コメントね、他にも来るし、ネタも考えないといけないの。一人でやってるから。だから、ね、あなたのような、ね、どうでもいいさ、こんなゴミクズみたいな。だるいの、いちいち。で、あなたのね、こちらです。YouTube の登録、また光ってる。反射してすいません。これですね。チャンネル名で、ちょっと待ってください。チャンネル、こっちの方が見やすいかな。はい。これですね、これ。このチャンネル。このチャンネルです。リオ、エルビスでいいんですかね。スクールチャンネルって言うんですか。で、登録者数が1040人ですか ?1040 人ですね。はい。ということで、まあ、登録者数もいねえな。ゴミみたいなチャンネルだよな。とは言いませんよ。お前なんで来たの？あ、言葉遣いが悪いって。だってさ、他にも、この動画のさ、まあ、令和ゴミタケちゃんの動画のコメント欄見た？被害者の方が、もしかしたら、いらっしゃるかもしれないんですよ。被害者っていうのは、ゴミタケにさ、勝手に、ね、スマホで撮影されて、勝手に YouTube にアップされてる方、SNS にアップされてる方、いらっしゃる可能性があります。で、俺が動画にすることによって、ね、その人たちの思いを俺は伝えてんの。ゴミタケに。まあ、お前みたいなクズ野郎に。わかる？ひどいんだよ、お前。言葉遣いを直せよって。俺、お前みたいなやつ嫌いなんだよな。まあ、言いたいのは、俺にさ、ガタガタ言う前に、YouTube でネタ作りだったり、どうすれば視聴回数がね、伸びるのか、収益化できるのか、考えた方がいいんじゃないの？
あ、俺、1040人いるから収益化できてるって？お前さ、登録者数買ってるよな。な、お前買ってるよな。だから俺取り上げてやったんだよ。はい、こいつ。こいつね、もう一度見せますね。はい、1040人ね。1040人。まあ突破してますよね。登録者数は突破してるんですけど、俺わかんの。YouTube 3年やってるから。だって皆さんね、視聴回数見てもらってわかりますよ、これ。1日前とかさ、これ7とか、どこで ?7 とか、こんな感じ？こんな感じ？1桁とか2桁。もうゴミみたいな。これ多分自分で再生してるやつだと思いますけど、こんな。これ、何これ？時代遅れのなんかリーゼントみたいな。田舎くせえ、こいつ。こんなんですよ。何十回とか。で、これだけだと買ったってわかんないじゃないですか。この概要なんですよね。この概要。はい、このチャンネル、今年です。今年の、6月の10日ですね。約4ヶ月前に、まあ、開設されております。で、こちら、総再生時間、78万883回ですね。78万883回。どう考えてもおかしいんだよね。だってそうじゃない？こんなゴミみたいなさ、ね、毎日上げてるわけでもなく、1ヶ月に数本しか上げてねえじゃん。で、この再生数じゃん。どうしたら78万いくんだろうな。これね、一番下に、ちょっと待ってください。一番下。はい、あったあった。これ知らないんだけどさ、俺。初代ビーバップハイスクールとかあるじゃん。この2本だけ。この2本だけ、14万再生と、5.1 万再生。これ、つけた。やばい。はい。14万再生と 5.1? これ。お前に言いたいのは、違法アップロードだからな。これ。違法アップロード。で、それ以外は、もうこいつが出てる動画なんですけど、こんな数十回ですよ。数十回。はい。全部数十回だよな。お前、どうやって78回、8万回行くのこれ。どうやって収益ができたの教えてくれよ。な、プライド叫んだよ、お前。ね、あと言いたいのは、俺ね、何本か見てあげたよ。見てあげたんだけど、あまりに面白くねえし、まずさ、誰に何のためにこれ配信してんの？お前の YouTube って。もうクソつまんねえしさ、絵面悪いし、魅力を感じられないの。人として。ね、お前はやめた方がいい。伸びることないから。100% 絶対伸びることないから。で、あと、まあ、最後に言いたいのは、一度でもね、YouTube の登録者数や、グッドボタン、コメントでもいいんだけど、買ったやつっていうのは、二度と収益化することはできないから。わかった？よく覚えとけよ。ねえ、こいつおかしくてね。おかしい。だって、これね、動画がさ、90本しかないんですよ。90本。90本。ああ、反射する。そう。90本で、1040なんですよね。まあ見えると思いますけど。まあ気になる方は、ね、このクソみたいなチャンネル、ご覧ください。なんかリーゼントにしたとかさ、クソつまんねえよ、こいつ。俺、ビーバップとかさ、世代でもなければ、名前しか聞いたことないのね。名前しか聞いたことないんだけど、恥ずかしくないの？俺より年上だよ、君。年上で、ね、YouTube の登録者数買って、ね、俺みたいな年下にブーブー文句言って。何？教えてくれてんの？言葉遣いが悪いじゃなくて、ね、もしさ、ゴミタケが俺を訴えてきたら、面白いじゃん。動画にできるし。だってそうじゃない？ほら、工事してる。ちょっとうるさいんで。ウィーンって言ってますよね。ポーズしてるんでね。気にしないでください。ゴミタケが訴えてきたら、だって見たことあるでしょ？ゴミタケの動画。ね、路上喫煙でもさ、お前どっか行けよ、みたいな。おい、やんのがダメ、みたいなね。海外の方にもさ、おい、日本から出てけよ、お前。帰ろよ、とかって言ってるだろ？誹謗中傷してんだから、そんな奴が俺を訴えてくるって面白くない？お前してんじゃん、みたいな。ね、ネタになるんだよね。あ、心配しなくても大丈夫だよ。今そんなな、お金ないんだよな。お金ないんだけど、お前よりはあるよ。ね。そんなないんだけど、多分50万ぐらいはあるな。今でもね、手元にね。はい、手元に50万ぐらいはあるわ。はい。はい、誹謗中傷いくらだっけ？ 30 万だっけ？なんか、そんなもんだよな。30万か。ほらほら。欲しい？君。ほらほら。
面白い。わかった？コメント欄にね、教えてくれてありがとうございますと。ね、プライドも、ね、年取ってさ、プライド持ってても、君なんか何もないんだから、ね、ゴキブリと変わんないんだから、よく考えてね、ありがとうございました、教えてくれて、オンリーユー様って、これからはもう、視聴させていただきますって、書いてこいよ。わかったな。はい、ということで、ゴビタケに引き続き、まあ、仲間のゴキブリの紹介は以上になります。で、バンド紹介します。で、ゴキブリを紹介したんで今日は、チンカスですね。あ、間違えました。スカンチ紹介していこうと思います。なぜスカンチなのっていうことなんですけど、あ、一応写真こちらですね。本当ですよ。これバンド名なんですよ。ご存知ない方もいらっしゃると思うんですけど、要は逆から読んでください。チンカスじゃないですか。チンカスですよね。スカンチっていうバンドです。ひらがなで。本当ですよ。で、何でしたっけ、サンバかトリオかなんかですよね。あの名前の由来って。ちょっと調べて覚えてないんですけど、サンバかチンカストリオでしたっけ、ブラザーズでしたっけ、なんか、オーディションかなんかに書いたらしいんですよ。で、そのまま名前になったらしいですよ。はい、ということで、スカンチですね。次はこちらをご覧ください。メンバーです。現在も、活動してるとのことなんですけど、ローリー・テラニスさん、ご存知ですよね。ギター上手い方です。覚えておいてください。ローリー・テラニスさんが、ギターボーカルと、ボーカルの、これ、シマちゃんって言うんですかね。シマちゃんで合ってますよね。この二人と、残りは、サポートです。サポートベースと、サポートキーボード。で、右側、関係者は、脱退した、メンバーになります。で、まあ、このバンド取り上げた理由もあるんですよ。っていうのは、亡くなってるんですよね。あ、ローリー・テラニスさんじゃないですよ。この関係者の、誰でしたっけ？あ、キーボードの、小川さんと、誰でしたっけ？ドクター・田中さんでしたっけ？なんかその辺亡くなってたんですよね。で、年齢が53歳と、クソジジイと同じですよ。確か57とか58なんですよ。で、まあ50代って、で、まあ、若い、まあそのね、桜井さんの件もあると思うんですけど、まだ若いわけじゃないですか。ねえ。それでちょっと取り上げてみましたっていうことで、で、次は、シングルになります。あ、活動期間言うの忘れたんですけど、82年から、96年、約14年間なんですけど、また復活してます。これ2年後に復活して、また数年後に解散して、また復活してみたいな。で、メジャーデビューもしてます。タイアップもあります。なので、興味ある方は、最後までご視聴くださいっていうことで、はい、シングル曲になります。何ですかこのタイトルは。恋恋恋って。YouTube にありますよ。YouTube にあります。で、これで最後ですね。十何枚、シングルが、リリースされております。で、次は、アルバムになります。アルバム、これも恋恋、オペラ、スイーツ、ゴールド、ダブルダブルチョコレート、ベストアルバムが、2枚。で、まだあります。タイアップがこれだけですね。2、4、6、7枚、7曲、まあ、タイアップに使用されております。何かの番組の CM、エンディングテーマだったり、まあ、使用されてたと思います。まあ、気になる方は、まあ、YouTube の方で、まあ、調べて、聞いてみてください。あ、曲ですか？あ、全然良くないですよ。全然良くない。はい、ということで、今日は、スカンチっていうバンドを、紹介しました。で、最後に言いたいのは、こちらをご覧ください。東山紀之氏、ジャニーズ、新会社、スマイルアップの、社長辞退しましたっていう。何かした？ねえ、俺やります的なの言ってたじゃないですか。ね、保証も、ね、まあ、生涯か知らないけどね。何があった？あれ、僕、ツイッター見て思うんですけど、ね、東山さんも出てきてるじゃないですか。ね、過去、パワハラだったり、モラハラって言うんですか？今だね。加害者。まあ、加害者側の人間だみたいな。そう。被害者から、まあ、そのような発言が何人も出てきてるんですよね。まあ、だから、
まあ辞退したんじゃないかな、まあどうなるか分かんないです。まあこれでね、ジャニーズを引退するのかね、表舞台からね、あのいなくなるとか分かんないですけど、あのまあ11時間前のニュースで入ってきたんで、ええー、みたいな僕思ったんで、紹介しました。はい、ということで、今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございました。